15、15、15、10、10、10。何数えてるんですか？今年の勝ち星や。秋山15、藤波15、西15、岩貞10。うわぁ、優勝してまうわ。ポジりすぎですよ。いやいや、シーズン前にポジっとかんと。これがオフの楽しみやんか。にしても極端すぎます。でも選抜が頑張ってくれな、また中継ぎに幸せがいくやんか。確かに。阪神も藤川選手が引退して中継ぎきついですもんね。だから先発に少しでも勝ってもらわなあかんのよ。先発に勝ちつけるのってそんな簡単じゃないんですよ。え？ 5 回まで投げてそのまま勝てばええだけやん。それが難しいんですよ。そもそも勝ち投手の条件知ってますか？なめんなよ。何年野球見てると思ってんねん。なるほど。では問題です。この試合の勝ち投手は誰でしょうか？ん？先発の松本は5回途中で降りてて、チームは追いつかれることなくそのまま勝ちか。珍しいパターンやな。5回投げ切ってない先発に勝ちはつかへんから、5回の最後のアウト取った五十嵐か。残念、正解は森選手です。え、なんでリードしてる6、7回を投げただけやん。そこが今回の難しいところです。公認野球規則によると、無理、理解できひんて。まあそう言わず、要約すると先発投手は5回を投げ切らないと勝利投手にはなれません。先発投手が5回を持たずに降りてそのまま勝った場合は、勝利をもたらすのに最も効果的な投球を行ったと記録員が判断した1人のリリーフ投手に勝利投手が記録されます。つまりどういうこと？要は記録員のノリですね。信じられない。だからさっきの試合も、5回を締めた五十嵐投手より6、7回をしっかり抑えた森投手が勝ち投手にふさわしいと記録員が判断したということです。あはー、なるほど。わからん。つまり一見明確な野球規則の中にも個人の裁量に任される部分があるということです。じゃあ俺が記録員になって全試合藤浪に勝ちつけたろ。速攻でクビですよ。